よせよーごせー。はい、どうもごちゃん。5月の夜の気温最高。はい、どうも、ごかずごつかんしゃーなさたー。昨日の動画見てくださった方ありがとうございました。上げた時間も遅かったんだけどね。まだ見てない方は概要欄に貼っておくので、ぜひ概要欄から見てください。ということで今日は、もう7つの大罪のね、アニメの方のエスカノール見て、感動しちゃったよ、これ。めちゃめちゃかっこよくなかった。もう作画はね、もうどうにもならないよ。前作から鈴木。作画の面はもう俺も何も言わない。ただ、あのエスカノールはかっこよかった。だからね、俺はもうね、土曜日はエスカノール使うって決めてたよ、もう。だから今日はそのエスカノール使った企画となっております。ということで、コメントしていきます。進撃さん、動画に何も関係ないんだけど、喧嘩祭り一般で50連勝ってすごいの？え、めちゃめちゃすごいと思いますよ。普通に50連勝がすごくない？だって俺14戦2勝よ。それと比べたらもう最強。リッキーチャンネルさん、ゴーさんはチャンネル登録してないけど一番見てる。フィノナンホウンさん、したれって。これに関してはしたれって。今日もパワハラさん、気がついたら自分をバチコリ打って、バチコリ打ってって使ってました。普通に笑いました。バチコリ教をね、布教していきましょうよ。皆さん、ここで行きたいっていう時は、バチコリ、バチコリ使っていきましょう。これ、僕がね、バチコリ教の教祖になりますんで。ミノリンさん、プリキュアになりたいです。どうしたらプリキュアになれますか？まあ、プリキュアってことは、魔法少女ってことだよね。まあ、魔法少女になりたいなら、まず、キューベイと契約を交わさなければならないっていうこと。で、キューベイと契約を交わした上で、まあ、ワルプルギスの夜を乗り越えたらいいんじゃないかな。糸ちゃんさ、全敗してて草。おめえまた見てねえな。昨日は全勝だ。めちゃめちゃ久しぶりの全勝したんじゃ。ということで本日の企画、全エスカノールで一番強いのはどれのエスカノール。よし、やっていきましょう。土曜日ですからね、住んでる人たくさんいますから。今日も秘密基地の中で撮っております。お願いします。よし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 、オッケー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 。これはもうね、オッケーオッケーオッケー。インベでエスカノール上げて、ポポッで、ここちょっと攻撃しときましょう。ここついときましょう。もうね、うちのとこにはもうあれがいないから。あ、オッケーオッケー。こっちにはね、守る役がいないですからね。もう全部攻撃役。はい、オッケー。だここら辺でね、どうにか決めていかないといけないよ。だから俺早めにちょっとエスターを落としたい。エスカか。じゃあバチコリ打ってって、ここも打ってって、ここ打っていきましょう。勝者、これで落として落として。オーケー、強い。クルーエルゾン、よし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 。いいぞ。いや、俺さ、エスカノールがマーリンのこと好きな理由がさ、全然知らなくて。だ、エスカノールの元、やばい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 。エスカノール全集中されてる。やめろやめろ。エスカノールいなくなったら火力は役がいなくなる。わあ、うわ、マジか。ちょっと待て、これきついな。いやいやいや、ガチか。中身ありだな、これ。うーわ、ガチか。そっか、コイン集めの人がいるのかな。今回の範囲はエスカノールが負けたこと。ゴスゴス、あれ、未来さん、洗濯機がうるさくてゴースの声大丈夫なん？そうなんですよ、洗濯機うるさいってことは俺の声も多分うるさいんよ。だからね、もうどっちも言えない。俺も言えなかったわ。人のこと言えない声の音量してました。じゃあ、ポポって、また、インベイ打って、こいつに。で、こいつを一撃しときましょうか。これ多分クリティカルめっちゃ出て、札育っちゃうけど、レッツゴー！わー！めっちゃクリティカル出るし、硬くね、相手。これね、結構耐久性ないんよね、うちのパーティー。うちのパテ結構ないんよね。だから早めにちょっと倒したい。これは痛いよ。ほら、痛い痛い痛い。ちょっとこれエスカノールの必殺サメイクか。これエスカノールの必殺サメイク、ここ割って、これでいこう。これでエスカノールの必殺サメで、オッケーオッケー。これで一発持ってってくれ。バッコリ、オッケー。え？持っていけない？なんで？オッケーオッケー。あ、これは、コンピューターですね。これはさすがのさすがにコンピューターだった。いや、どうしよっかな、これ。これさ、ここ打って、で、もう一回打って、これでいいか。これで多分一回落ちるよね。あ、落ちない。あ、オッケー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 。まあ、全然使えるってわけよ、このエスカノールも。まだ現役ですわ。現役。現役ウエスカノール。お、でっけえの出てきたな。大丈夫か？ええー、エスカ死ぬなよ。はあ、
おいおい、マジかよ。ガガス。はい、続きましてこのエスカドールですね、あえて戦車パじゃないパテで組んでいきたいと思います。それではいきましょう。ろくろさん、いや引っ越せよ、お金がないなら僕が済ませてあげますよ。マジ？家賃30万のタワマンでお願いします。あ、お願いします。オッケーオッケー。これ戦車パじゃないけど、どれぐらいあれできるんだろうな。どうしよう、ポポって全体撃ってここどつき回すで、これでどうだ。あ、オッケーオッケー。もう最初の頃に多分ね、結構攻撃してった方がいいと思うんだ。オッケー。誰？うわー、ナイスコンピューター。ただ俺コンピューターには負けまくってんだけど。よし、これちょっとこいつのレベル3全体攻撃見てみるか。どんぐらいこれで入るか。これで結構入ったらさ、もう戦車パじゃなくても使えるってことだもんね、こいつが。いけ、どんぐらい。182000、結構出る。え思ったよりじゃない？俺思ったより出たんだけど。オッケー、ちゃちゃいよ。いやー、これちょっと回復されちゃうな。オッケー。じゃあここ撃って、ちょっとここもこれで倒していこう。これ倒していこう。あー、割れなかったか。いやー、きついなこれ。まあ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 、まあ、次必殺は撃てねえか。オッケー。うん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 、大丈夫。はい、大丈夫。やめてー。うーおい、あぶな。いやー、これどうしよっかな。これもうこうしてここ倒していくしかないよね。いやー、きつい。いやー、きつい。いやー、きつい。あー、動いてきた。いやー、きつい。いやー、きつい。いてー。待って、歴代エスカ決めるとか言って全然エスカ負け越してるやん。ちょいちょいちょい。今冷静になって考えたんだけど、エスカ普段ありすぎじゃない、マジで。ちょい。登録対確定。プラム233、やばい、腰がやばい、まだ14やで。語彙力がやばい。まあ、でも腰が痛いのはね、本当にわかる。俺もめちゃめちゃ腰痛いんだよね。俺も編集してる時ずーっとさ座ってるからさ、大事にして。サキさん、なんで勝っちゃうの？なんで勝っちゃダメなの？なんかさ、5連勝して5連勝おめでとうみたいなコメントいっぱいあるかなと思ったんだけど、あんまり祝われなかったみたい。ガッカス。ってことで最後本命いきましょう。もうこのパネで勝てなかったら俺はもうチャレンジャー隊降りる。レッツゴー。はい、よろしやーす。よーし、天使パー。オッケー。これみんなさ、飯なしでこれの強さだったらバカ強いよな、普通に。もうこれはバチコリバチコリバチコリでいきましょう、これはもう。はい、バチコリ。いや、全然だけど、まあまあ全然だけど。あ、ナイスバチコリ。これ落とせないかな。落とせ。いや、惜しい。オッケー。必殺貯めてきた。嘘。必殺貯めてきたってことは中身やり。必殺貯めてくることあんの？ CP が。コンピューターな、必殺貯めてくることある？ないよね、多分。オッケー。やっぱコイン集めのためにやってんのかな。その説はあるよね、コイン集めのために。オッケー。ちょっと痛いなー。あーおー、これやばいやん、やばいやん、これやばいやん、これこれでいこう。いや、中身ありだなこの動き。うーわー、必殺打たれて終わりじゃねえ、これ。もしかして俺、チャレンジャー隊降りなきゃいけない？きっつ！これ攻撃できねえしよ。いや、きついな、これ。ヒンタイ！いやー、落ちそうだなー。バカ強え！ということで、本日もご視聴ありがとうございました。僕はチャレンジャー隊から落ちることになってしまいました。月曜日にはまたチャンピオン隊に戻りたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。6月末までにチャンネル登録1万人目指しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。面白いと思ってくださった方は、コメント、高評価してくださると嬉しいです。ということで、次の動画まで、バイバーイ。